カロデンドラムカペンセトは、未完化カロデンドラム属の樹木の一種である。種商名カペンスは、希望本地方の大意味し、その名の通り、南アフリカ等に自生するが、公園や街中に植栽される樹木として知られており、また声優も得られる。英名は、ケープチェスナットというが、チェスナットすなわち栗は、ブナカであり、分類学的にことさら近いというわけでもない。 南アフリカ共和国、レソト、エスワティニ、ジンバブエ、モザンビーク、マラウィ西部、タンザニア、ウガンダ、ケニアに自生する。また、インドにも移入されたものが見られる。ウガンダでは、ムバララ県内にまばらに点在する森林にのみ、稀に自生が見られる。ケニアにおいては、高地乾燥林や川沿いの森林内に自生し、ナイロビ近郊や、ケニア山の西側といった、 標高1200から2200メートルの地帯に見られる。タンザニアでも標高1200の2200メートル地帯の高地上緑林や川沿いの森林に地勢が見られ、湿った土壌上で最もよく生育するが、ある程度乾燥した土壌上でも育つ。なお、ある程度の体寒性も備えており、状態の良い木ならば摂氏8度の冷気にさらされても耐えられる。 高さ18メートルになる半常緑性高木。枝は密生し、樹幹は休憩となる。樹皮は灰色で平滑、まだら模様や筋がある。葉は耐性で平滑、長円形あるいは筆心型で、基部は設計から細くかつほぼ心臓形、先端は線形か、二部形、肺は波状、夕柄。 6から173.5から10センチメートル。若いうちは有毛であるが、やがて無毛となる。花は、長生つまり枝先につき、まばらな塩水果樹、ピンク色から、藤色の黄行で香りのある花を、多数つけ、15センチメートル以下。花弁は5枚で、反極し、紫色の反門が見られ、長さ20から33ミリメートル。湯水は十本で、炭性色。 5枚のニセ弁花は細く赤い斑点がある。果実は果てで丸く計3から5センチメートル、イボ状の刺しに覆われ木質、ザラザラしており、五列する。種子は黒い。ウガンダ、ケニア、タンザニアのアフリカ3カ国におけるケープチェストナットの利用法には以下のようなものがある。リーッキーによれば、ケニアの菊友人はケープチェストナットの材を建造物の仕切り板や、 養蜂用の筒、家畜用の容器などを作るために用いていた。ケープチェストナットは日陰を作り、観賞用樹木として、公園樹や街路樹に適している。街路樹としては、ウガンダのカンパラなどにおいてその姿が見られる。ケープチェストナットの種子からは、精油が得られる。この精油は、黄色味を帯びており、味は苦く、石鹸の製造に利用される。 ケニアでは収穫後の種を砕いて、天日干しにし、低温圧搾法により、オイルを抽出する。伝統的には、現地の植物学者や医学者により皮膚疾患を治すための難膏として、用いられてきたが、現代では、その低年着性と、ほのかな香りを生かして、マッサージオイルのベースオイルや、フェイスクリームなどの化粧品の原料とされている。 成分は、オレイン酸42.7%、リノール酸31.8%、パルミチン酸17.4%等である。なお、種子は、現地の女性たちにより収穫されたものが、コーヒー豆と同等の価格で販売され、わずかな土地しか持たない人々が収入を得る手段となっている。ケニア、ハスラー及びザ・プラントリストでは、カロデンドラム属として2種が認められており、 ケープチェストナットは、その一方である。もう一方の種は、カラテンドラムエイキーイングルであり、これは、タンザニアのウサンバラ山地西部にしか自生しておらず、IUCN レッドリストにおいては、金勢滅種と、評価されている。ABC ハスラー。ABCDEFGHI 林、ふるさと。ABCDEFG リズデールラ。ABCDE 東アフリカオイルズ鑑。 2019年2月13日閲覧。ABC、カテンデエトール。ABCDEFGHIJKLMN、B インチ、ハヤシ。バスマン・ハット AB マウンズテングナズ。AB、ウンブヤ・エトール。カラデンドラム・カペンス P2。カラデンドラム・カペンス P3。ベンソン。ロベットクラーク。英語、日本語。ありがとうございます。